ーセナル、ついに9番タイプを獲得へ。アーセナルは新たなストライカー獲得に向けてユベントスに所属しているブラホビッチの動向を注意深く監視しているようだ。アルテタがブラホビッチ獲得に動いたのはフィジカルが強く、この力で得点できる選手を欲しがったためだと思う。アルテタのサッカーにフィットするだろうか。守備や組み立ての参加には期待できない。戦力維持にはなっても上積みにはならない選手だな。ブラホビッチは調子が良い時はすごいけど、強豪相手に点を決めれないんだよな。ただでさえ今センターフォワードはブラホしかいない。ユベが冬に放出するわけがない。アルテタでは優勝の可能性を正直感じないんだよ。アーセナルはそろそろ優勝してほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。